こんにちは、ババログのババです。今日はこれから使える着回し抜群の GU のアイテム6点をメインに、アラフォーでも簡単に取り入れられるベーシックなコーディネートを考えてみました。GU はちょっと展開が早いので色サイズ掛けしているかもしれませんけども、よかったら参考にしてみてください。それではスタート。リネンブレンド A ラインブラウス1490円、色はイエロー、ナチュラル、ピンク、ブラックで、私はブラックの L サイズを購入しました。裾が広がってる A ラインのデザインなので、インするにはちょっと抵抗があるアラフォー世代の人は出してきても問題ないと思うんですけども、やっぱり流行りを取り入れるためにはちょっとインしてきた方がおしゃれに見えると思います。ボトムは2月に買ったユニクロのベーカースカートを合わせてみました。出して着るにしても上が広がる分下はタイトなデザインがいいので、同じデザインのユニクロのデニムジャージスカートもおすすめです。デニムは正直何でも合うので間違いないと思うんですけども、大人っぽくかっこよく着こなすにはこういう、テーパードのタイプやスキニータイプなど細めのデザインのデニムとヒールを合わせるのが足長効果にもなるしおすすめです。同じ格好でもスニーカーで合わせてもまあ可愛くカジュアルな感じにもなるのでいいかと思います。リネンブレンドテーパードパンツ1990円、色は5色展開で、私はイエローの L サイズにしました。タッコが入ってて後ろはゴムになっているので、お尻がゆったり見て、ちょっと丈もアンクルタイプで履きやすいデザインです。さっき紹介したリネン A ラインブラウスを合わせてみました。GU はリネンシリーズが結構いろいろ出ていて、色の展開も似ているのに素材の混合率を変えているせいか微妙に色が違って上下セットアップにならないのがすごい残念です。シンプルすぎる格好の時は結構インパクトのある小物で遊んでます。ちょっと普段着ないような派手めな色のボトムにはベーシックな色を合わせがちなんですけども、こういう難しそうな柄のブラウスも柄の中の一色をとりあえず拾っておけば簡単におしゃれに見えたりします。このブラウスは5年前に H&M で多分2000円ぐらいで買ったブラウスです。 UV カットウォーシャブルクルーセーターのノースリーブ990円、色は10色展開で、私はネイビーの L サイズを購入しました。あとこれ半袖とか V ネックとかカーディガンとかいろいろ展開があって、薄くて着心地がすごい良かったのでちょっと他の色も考え中です。 A ラインブラウスに合わせたボトムとも相性は間違いないんですけども、トップスがタイトなのでフレアスカートなどでも大丈夫です。後から冷房対策でアンサンブルになるようにカーディガンも買いました。タピオカ美味しかったです。グラフィールリブタンクトップ990円、色はホワイト、ブラック、グレー、ピンク、カーキの5色展開で、私はカーキとグレーの L サイズを購入しました。ブラトップのシリーズはユニクロでも GU でもいろいろ出てるんですけども、ユニクロとかだと結構テロッとしてるからインナー感がすごい出るんですけども、これは普通にタンクトップっぽく着れるので後から白も買い足しました。インした時にウエストがすごい寂しかったので、アクセントとしてメッシュナローベルト990円の、ブラウンを買いました。色はホワイト、ブラック、もう一つ濃いめの茶色の、4色展開です。メッシュになっているのでどこにでも刺せるようになるのでサイズ調節はすごい自由に効きます。以上 GU のおすすめ6アイテムを使ったコーディネート、いかがだったでしょうか。私はロードシャンブルというアクセサリーのデザイナーなので、アクセサリーが映えるように結構シンプルなあのトップスを選ぶようにしているのでこんな感じになりました。つけてるネックレスは全部私がデザインしたアクセサリーになります。可愛いなと思ってくださった方はリンク貼っとくので、よかったら、アクセサリーの方も見てみてください。ちょっと前にアクセサリーの収納方法という動画も作ってますので、気になる方はこちらもチェックしてみてください。
それでは今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからもアラフォー目線でおしゃれ動画を頑張って作っていきたいと思ってますので、ちょっと楽しみだなと思ってくださいましたら、チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。次回は韓国行った時の動画をちょっと作ろうと思ってますので、どうぞお楽しみに。それでは次回の動画でお会いしましょう。さようなら。